久々にご飯会ですね。今回コープの群下さんに来てまして、ちょっともうこれ剥がしちゃったんですけど、2瓶手作り卵焼き、広島風お好み焼きと飯を食っていきたいと思います。なんか2瓶はなんか地物らしくて、なんか鈴木の仲間らしいです。はい、食べたことなくて、ちょっと今日食べてみようかなと思って買ってみました。他にもね、チヌとかいたんですけど、なんかチヌはあんまり美味しくないってよく聞くんで、今回は買いませんでした。そのコープさんのが美味しくないとか美味しいとかじゃなくて、チヌ自体がもう美味しくないって聞いたことがあるんで、どんな味か分かんないですけど、じゃあ食べていきたいと思います。では2瓶から、はい、食べていきたいと思います。うん、あ、醤油欲しい。味は淡白なんですけど、油が乗ってるのが分かりません、ちゃんと。食感がコリコリしてて美味しい。これうまい。ニベ醤油で食べれたらめっちゃうまいと思う。これ味が淡白なんで、ガツッとした味はないんですけど、あ、分かった、これつけてもいいんじゃない、ちょっとありかもしれない。うん、ありだな。うん。あ、これうまい。醤油があると本当にベストな味になると思います。はい。続いて、サンキュッパのドデカ卵焼き。これめっちゃうまそう。うん。身がね、こんな感じで詰まってるんですけど、ホロホロと崩れていく感じがしますね。うん、なんて言ったんだろう、ふわっていうような卵焼きではないです。結構固めの卵焼きですね。なので食感は楽しめると思います。口どけの仕方的にはなんか、なんだろう、寒天に近いような口どけの仕方します。口どけではないな、食感、うん、します。美味しい。なんか結構ふわっと系が主流なんで、こういったちょっと硬いの嬉しいですね。で最後にこちら広島風お好み食べたいと思います。うん、うまっ。ソースな、ソースのね、濃さが絶妙でいいですね。うん、これやっぱつけて食べたくなる。これうまいよ、これ。うん、たまらん贅沢ですね。締めて1500円でした。昼間のご飯としてはね、めちゃくちゃ贅沢だったんです。久々に外食しましたね。外食で昼ご飯を久々に食べました、ちゃんと。ではまたご視聴いただければと思います。ありがとうございました。